日本不買運動を頑張っているはずの韓国さんですが、どうやらゴミすらも日本のものを好んで輸入しているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。韓国では廃プラスチックがリサイクルにつながらずゴミの山になっているが、その一方ではリサイクル業者が海外から廃プラスチックを輸入するという現象が起こっている。海外の廃プラスチック輸入が増えているのは、加工後に繊維、包装容器などにリサイクルするためだ。ある繊維メーカー関係者は、一部のアパレルブランドでは環境に優しいイメージ作りのためリサイクル繊維の納品を要求するが、韓国の廃プラスチックは質が落ちるので清潔できちんと分別されている日本の廃プラスチックなどを輸入するしかないと話す。廃プラスチックの中でもリサイクル繊維を主に作るハイペットボトル PET ポリエチレンテレフタラートは昨年の輸入量が10万1900トンで、このうち日本からのものが5万5800トンと半分を超える。今年の輸入量5万8200トンの中でも 40% 程度が日本からのもの2万2900トンだ。環境部が8日に明らかにしたところによると、今年1月から10月までの廃プラスチック PET、PP、PS、PE 総輸入量は6万8700トンに達する。2017年は3万9300トンだったが、中国が廃プラスチック輸入禁止を宣言した2018年は輸入が増えて11万8000トンと急増、昨年は14万3688トンになった。今年も年末までに10万トン近く輸入される見通しだ。政府は海外からの廃プラスチック輸入急増を阻むため、今年6月、廃ペットボトルなど4つの主な廃プラスチック品目を輸入禁止対象に指定した。環境部関係者は、輸入業者は1年単位で契約をしているが、6月以降は新規輸入申請を受け付けておらず、来年頃効果が現れるだろうと話している。それではネットの反応です。ゴミ大国になってるじゃん。つまり日本からの輸入を減らし、質の悪い韓国内プラスチック原料から質の悪い製品を作ると、韓国の方の廃棄物処理に対する決して高くない意識の一端が垣間見える記事。ノージャパンじゃないのかい。何考えとるんだい、アホか。中身を洗ってゴミに出すという習慣がないんだろうね。日本は昔から牛乳瓶などは洗って返してたからできるんだろう。先人に感謝。ノーノージャパンの裏で、ハイプラ、いわゆるゴミをこそりと輸入する韓国。理由が、韓国のハイプラは汚いだそうだが、これ、精神的民度がベースにあるだろう？ゴミをしっかり分別して出すってだけでも、得られるものは多いんだな。中国に代わって、日本のゴミを買う韓国。ノージャパンじゃなかったのか？日本人は真面目に分別してますよね。最初は私もめんどくさいと思いましたが、習慣になった今では子供にこれはゴミじゃないよ、資源なんだからちゃんと分けてと言っています。ということで、日本不買運動をしながら日本のものを買うという話はずっとありましたが、ゴミまで日本のものを好んで買っていたようですね。まあゴミ問題は日本にも問題のある話題なので、一方的に韓国さんを悪く言うのもどうなのかなっていうのもあるにはありますが、日本不買と言いながら日本のゴミを買っていることに関してはやっぱりちょっと笑っちゃいますよね。今年の初め頃に韓国さんがフィリピンにゴミを不正輸出し、そのゴミが韓国に返されたというニュースがありましたが、汚いゴミは他国に輸出し、綺麗なゴミを日本から輸入するって笑い話にしてもちょっとひどいんじゃないでしょうか。コメントにもありますが、綺麗なゴミを輸入できなくなると韓国内の汚いゴミだけでリサイクルをしないといけなくなるので、ちょっと大変そうですね。韓国さん、今後は臭い新商品が発売されたり、ゴミを密輸入していたとか、そんな話題が出てくるなんてことはないですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。